はい、こんにちは。税理士川南の YouTube へようこそ。税理士川南の会議室ということで、オンラインサロンを運営している自営業専門の税理士川南です。本日の動画もよろしくお願いします。本日の動画のテーマはこちらです。棚卸しって何について説明したいと思います。本日の目次がこちらです。棚卸しって何するの、どうやってするの、しないとどうなるのという順番で動画で説明していきたいと思います。はい、それでは棚卸しって何について説明したいと思います。棚卸しって何してるの、どうやってするの、しないとどうなるのというテーマで説明をしていきますね。まず棚卸しの仕組みについてです。棚卸しの仕組みについてなんですけど、まあ、何をしてるかって言いますと、在庫管理ですね。これは商品や数をチェックしています。たまにないですか、薬局やスーパーで本日棚卸しのため、まあ、何時に閉店させていただけますとか、もしくは何月何日お休みをいただけますっていうのは、何をしているかっていうと、スーパーや薬局の中の在庫管理です。何がいくら残っているのか、商品と数をチェックします。それが棚卸しになります。では次に、棚卸しってどうやってするのって、どうやってするのについて説明したいと思います。まずこちら、実施のタイミングです。実施のタイミングは自営業の場合は期末、法人の場合は決算月の一番最後のお尻の月になります。ですので期末自営業で言いますと、1月の1日から12月の31日で一期として見るので、棚卸しはここ12月31日時点のいくついくらあるかっていうのをするのが実施のタイミングです。法人の場合は決算月になりますので、例えば6月決算なら6月の末日、7月決算の法人さん会社であれば7月の末日のタイミングですることになります。そして何をするかと言いますと、まず商品名ですね。何がいくら残っているか、個数です。その次に金額です。売り値ではなくて仕入れ値でカウントします。こちらお気をつけください。売り値ではなく仕入れ値でカウントします。で、何がいくつあっていくらあるのかっていうのを商品ごとに、例えば500円のものが5個あったら500円かける5個で金額が出ると思うんです。それを全商品、ここの12月31日に残っている在庫で合計をカウントした金額が期末の棚卸しの金額になります。大体イメージできたでしょうか。さあ、それでは最後に3つ目ですね。しないとどうなるのかっていうことですね。これたまにあるんですけど、棚卸ししてないんですけどっていう、どうすればいいですかとか、どうして棚卸しってしないといけないんですかっていう質問がよくあるんですけども、まず仕入れがあるビジネスの方は棚卸しは必須になります。どうしてかって言いますと、税務調査が毎日入った場合に、この棚卸しをしていないってなると、修正をして、確定申告をもう一回修正申告しなければならないという可能性が出てくるんですね。で、それによって修正すると税金の金額は変わります。ですので、仕入れがあるビジネスの方は必須になります。私のような税理士とか、コンサル業みたいな形のないサービスをしている方は仕入れ自体がないので、棚卸しをしなくても大丈夫です。仕入れをしていて、物販をしているっていうような美容師さんとか、まあ、小さなサロンとかでもですね、化粧品を物販しているとか、サプリとかドリンクを物販しているって場合は仕入れがあることになるので、そういうビジネスをしている方は棚卸しも必須になります。あと、もちろんですけど、飲食業お仕事をされている方も、何がいくら残っているのか12月31日の時点でカウントしなければいけません。税金の金額が変わるので、税務調査ではやはりこの棚卸しをしてあるかどうか、している金額、この棚卸し額が合ってるかどうかっていうのは、やっぱりこの税務調査の見るポイントの一つになるんですね。ですので、必ず仕入れがあるビジネスの方はしておいてください。じゃあ、しないとね、どうなるって、この税金の金額が変わるっていうと、皆さんなんかピンとこなくて、なんで税金の金額が変わるんだろうと思う方が多いので、簡単にイメージですけど、ざっくりと説明したいと思います。こちらね、お店ビッタしていて、先ほど言ったように、1月1日がここですね、12月31日の時点で、棚卸しをしたとします。そうすると、期首ね、期首の棚卸し、これは前期の持ち越し分ですね。前期残ってた分を今年も使いますというので100あります。で、今期は300仕入れたとしますたら、合計400の仕入れを使っていくことになりますよね。で、まあ、売れました。で、残った期末を12月31日に期末の在庫高をチェックしてカウントしたところ、150残ってたと、在庫があったと。そうすると、100と300、400ある中から150は残ってるので、引くんですね。と、250が残ることになります。じゃあ、こちらに行きます。同じように100あって、仕入れは300で400ありました。で、在庫がこちらに比べると、こちらの方が多かった場合ですね。売れ残りが多かった。300残ってたので、400から引くと100残るってことになりますね。
そうするとどうやって税金がどうして変わるかといいますこちらですね。例えばですけど売上が両方とも1000ありました。で在庫が先ほどね計算したところですね、こっちだと250残っておりました。で在庫売上原価って、まあ、専門用語では言うんですけど100残ってたことですね。なここの数字は100になるんですね。売上から在庫の数を引いて経費を引いた残りが利益になるので、こちら残り利益は500になります。こちらを見ていただくと売上在庫が100で、こちらの先ほどの数字をここですね、100と250を持ってきてるという感じです。経費が250、同じく250かかります。そしたら残りいくらになると650なんですね。じゃあ500の利益に対しての税金と650の利益に対しての税金、どちらが税金は高いですかっていうと、こちらになりますよね。っていうことは、在庫がたくさんあればある方が利益は大きくなるってことです。こんなにね、ぴったり数字が同じってないんですよ。結局在庫がはけたってことは売上が上がるので、あのなんですけど、わかりやすいようにこの数字で比較しております。そこご了承ください。だからよく決算セールとか、電気屋さんが決算セールしますとかいうのはどうしてかっていうと、まあ、旧型の在庫を履きたいっていうのもありますし、なくしたいっていうのもあるんですけど、出すことによって残ってる在庫が少ない方が税金が安くなるっていう風になりますので、なるべく手元に残したくないっていうので、まあ、ああいうのを含めて決算セールをしたりとか、また決算セールして手放しますと売上が上がるので、あの売上が上がっているって言うと、まあ、業績が高評価だよねっていう風に見せたくてしてる場合、まあ、いろんな理由があると思うんですけど、決算セールっていうものがあるっていうふうに見ると、ちょっとビジネスって面白いじゃないですか。在庫チェックは仕入れがある方は必ずするっていうのと、税務調査の見られるポイントになる、あとは税金の金額がこのように変わってくる可能性があるので必ずするようにしてください。私がね運営しているオンラインサロンというものがありまして、オンライン上で税理士を味方につけれるということで、顧問料より圧倒的に安い金額で月額制で完全会員制でやっております。これ Facebook の非公開グループで運営をしています。でメルマガを平日、税金や経理やビジネスの情報を平日毎日投稿してますので、月20本ぐらいが見れることになります。その中で相談や質問はし放題で OK です。で定期的に Zoom 会議ということでコミュニケーションをとってます。もしね興味ある方ありましたら、概要欄の方に URL、 オンラインサロンの URL を貼っておきますので、そちらの方チェックの方よろしくお願いします。はい、それでは本日の動画の内容は以上になります。ぜひぜひチャンネル登録の方お待ちしております。本日の動画も最後まで見ていただきありがとうございます。高評価ボタンのグッドボタンお待ちしております。またの動画でお会いしましょう。デイリッシュ川南でした。